カンポデルシエロ隕石はアルゼンチンのチャコ州で発見された隕石である。名前はスペイン語で空の草原を意味する。1576年には鉄を含むクレーターとして存在が認識されており、その後部分的に発見されていたが、1969年に総重量3万7千キログラムの隕石が地中から発見された。この隕石は 地上で発見されたものとしては、ホバ隕石に次いで大きいもので、エルチャコと名付けられ、現在は現地の博物館に展示されている。これまでに発見された隕石の総重量は100トンを超える。鉄92.5%、ニッケル6.68%からなる鉄隕石のオクターヘドライトに分類される。隕石は直径約4メートルだったと考えられているが、落下時に砕けて、 最大11591メートルのクレーターを形成した。隕石の破片は近隣のサンティアゴデルエステロ州を含む39キロメートルの範囲にわたって散らばっており、最大では約60キロメートル先まで飛んだものもあった。現在では大きな破片が博物館で展示されるほかに小さな破片が標本やアクセサリーとしても販売されている。1576年に 現地の住人から、空から、たくさんの鉄が落ちてきたという伝説を聞き、スペイン総監が現地へ調査隊を派遣し、いくつかの隕石を発見したとされる。ありがとうございます。